10月10日から適用される、マスタージュエルのリミットレギュレーションが公開され、異世界ペルレイの、デストロイメアイブリース、奨励術師上限が、新たに禁止カードとなり、スネークアイズポプルス、ホッシルダイナパキケハロが制限カードに、炎王神獣キリン、ファントムオブリュベル、暗黒の将来神、七星の開門が純制限カードに規制された。緩和されるカードとしては、封印の黄金筆が純制限カードに、将来流サンダードラゴン、聖殿の水使い、心変わり、闇のデッキ破壊ウイルス、カオステリトリーが無制限へと緩和された。やはり気になるのは3枚の禁止カードで、特にイグリース、上限は直近のジュエリストカップで、相手の展開を制限する強力なロックカードとして猛威を振るったことで話題となっていたな。デストロイメアイブリースは、フィールドから墓地へ送られた場合に、相手の場に自身を守備表示で特殊召喚でき、場に存在する限り、コントローラーはリンクモンスターしか特殊召喚できなくなるというロック効果を持つ。レベル2であるため、主に破壊展開などでリンク2を経由するユベルデッキで採用されており、ギガンティックスプライトからこのイブリースを特殊召喚し、リンク素材として墓地へ送ることで相手の場に特殊召喚、といった方法で広く使われていた。イブリース自体非常に厄介なモンスターではあるものの、通常であれば、イブリースを攻撃表示にして自爆特攻するか、適当なモンスターを召喚してリンクにモンスターに変換するなどの対策が可能なのだが、ユベルデッキでは、ナイトメアペインで攻撃をユベルモンスターに誘導して自爆特攻を防ぐことができ、召喚からリンクに展開を狙う場合も、展開途中にセットできる破壊衝動で、召喚したモンスターを破壊して起点を潰すことが可能だ。リングリボーなど、イブリース一体を素材にできるリンク1モンスターを採用しておけば、対処は可能だが、逆に言えばそれ以外の対処法が少なく、シングル戦が基本となるマスタージュエルでは、相手のデッキを知る前に対策として採用しておく必要があるため、イブリースの存在そのものがデッキ構築を歪めてしまう要因となっていたようだ。さらにマスタージュエルでは、スプライトエルフが生存しており、仮にリンク1などでロックを突破しても、エルフで再びイブリースを蘇生させて、IP マスカレーナの効果などで再びリンク素材にすることで、ロックを復活させることができるなど、イブリース単体の見かけ以上に、突破が難しいものとなっていた。もともとユベルデッキ自体がトップクラスのパワーを持っていたため、そこに対策の難しいロックコンボまで存在するとなるとさすがに手に負えず、イブリースの禁止も妥当なところと言えるだろう。聖杯ストーリー好きにとっては秘宝となるが、イブリースと入れ替えで本家のイブが今後帰ってくるのを心待ちにしたいところだな。奨励術師上限は、20年以上も前から存在する特殊召喚封じモンスターで、かつてはメタビア魔導書の審判とのコンボで使われている印象が強かったカードだが、深淵竜アルビオンの融合素材に当てはまっていたことで実用性が飛躍的に上昇し、楽園融合でデッキのアルバスの楽園と、上限を素材に深淵竜アルビオンを融合召喚すれば、相手ターンにアルビオンの効果で自分の場に上限を蘇生でき、いとも簡単に特殊召喚ロックが可能となってしまっていた。楽園融合自体は制限カードではあるものの、マスタージュエルでは、プレデタープランツベルテアナコンダが生存しているため、場に残った適当な効果モンスター2体から、上限による特殊召喚封じが実現できてしまい、ジュエリストカップでは粛清デッキなどに採用され、猛威を振るっていたようだ。特に粛清デッキは、ユベルの場合と同じく粛清なる結界で上限を戦闘から守ることができるため、こちらも突破が非常に難しいロックとなっていた。今後もリンク値を用意しやすいギミックが続々登場するため、リンク2から手軽に特殊召喚ロックができてしまうコンボの規制はやむを得ないだろう。そもそもの原因はアナコンダなのではという気がしなくもないが、このタイミングで生き残った以上は、今後もできる限り禁止にしない方針なのだろうか。上限が禁止となったことでひとまずはアナコンダギミックも落ち着きそうだが、万が一今後アナコンダが禁止となった際は、超魔導竜騎士ドラグーンオブレッドアイズ緩和の予兆となるため、今後の改定にも注目しておきたいぞ。異世界ペルレイノは、発動時のサーチや、融合モンスターとティアラメンツモンスターの攻撃力アップ、さらにはティアラメンツモンスターがデッキに戻った場合に発動できる破壊効果と、テーマの初動としてはこれ以上ないほどの性能を持つフィールド魔法だ。制限カードであったため、もともと素引き自体は厳しかったが、愚かな服装やキトカロスなどの墓地送りから、救いの架け橋やトリビカルマが落ちればついでにサーチすることができ、ティアラメンツの安定性の底上げに大きく貢献していた。様々な規制を受けながらもしぶとく環境で活躍していたティアラメンツだったが、世界大会のマスタージュエル部門での活躍なども受け、さらなる規制が必要という結論になったのだろう。こちらも OCG では禁止カードである、ティアラメンツキトカロスを生存させる方針となっているためか、初動や安定性を担うものの、テーマの動きそのものには影響しないペルレイノを禁止にするという采配のようだ。
スネークアイズポプルスは、制限カードとなったことで、素引きした際のカガリビアスネークアイエクセルのバリューが大きく低下するため、財宝ギミックを絡めた炎属性デッキ全体を弱体化させる試みだろう。ボッシルダイナパキケファロは、上限と同じく特殊召喚封じができるモンスターで、召喚剣を温存しつつ見影獅子を出せるペンデュラムデッキなどでお世話になったカードでもあるが、イブリースや上限と異なりこちらは制限カードにとどまっており、どちらかというとメタビを意識した規制のようだ。炎王デッキからは炎王神獣麒麟、リベルデッキからはファントムオブリュベル、暗黒の将来神、七星の開門が純制限となり、徐々に枚数を減らし、今後の活躍次第でさらに規制が強化される可能性も十分考えられるな。緩和されたカードは、直近の OCG の改定に習い、封印の黄金筆が純制限となったのはなかなかに朗報だな。特に今回の緩和では、サンダードラゴン、勇者がフルパワーで戦えるようになったため、気になっていたジュエリスとはデッキを組んでみるのもいいかもしれないな。総じて、3枚の禁止カードが生まれる結果となり、いずれも OCG で禁止となったテーマを関するカードを生存させたことで、生じた歪みを埋めるような形となっているな。昨今では制圧系の永続罠も続々と規制を受けており、出張ギミックに限らず、こういったロック効果を持つカードはなるべく規制していく方針なのかもしれない。ユベルや炎王スネークアイが重点的な規制を受けたが、今後も先行有利の常識を覆す、天敗竜や、万能出張ギミック、デモンスミスが登場し、新たな時代が到来することが予想されるため、環境の変化に目を光らせておきたいところだな。というわけで、俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。